さあそして井手口です。1年半ぶりに帰ってきた井手口が高江と変わります。そして大きな拍手歓声が起こりました。さて勝負、えぐった白井マイナス荒野井手口ドグラス、いやもう足取った。井手口福田のシュート、取った。うまいですよね、強いですし。ロンロペス出口さあライトになっています。バーラーのドリブルで運んでいく、潰れるところバーラーありません。おー2、3は行くクロス、ゴール前矢島ヘディング、ポスト押し込んだ。最後は井手口、コースを探す、横に入れる、こういったところ、井手口3点目が入ります。この縦のパスっていうのは有効なんですけど、少し合ってないですよね。今岡本がこう出てきましたけど、はい、こういうシーンをもっともっとこのボックス陣で増やさないと。出口、うまく外す。出口、ガンバ大阪いいボールだが、すごい、このボールも速くて低いボールでしたけども、パートリックスです。中国は3人の選手交代。さあコーナーキック、ゴール前ヘッド決まりました。日本追加点、決めたのは三浦になりそうです。庄司が加わったガンバです。うん、あ危ない。さあチャンスになる、打てるか、パトリックに落としてシュート、オフサイドはない、決まった。先制点はガンバ大阪。井手口が完全に引きつけましたね。引きつけましたよね。井手口狙っていか、宇佐美さあ倒れた、PK。 アンドロダミアン、ここ井手口、井手口、中村健吾のパス、前を向いてといえば面白いが脇坂、井手口と脇坂、井手口、いやーここも拾う、そうなんですね、はい、福永、ちょっとガンバの時間帯になっています。前で井手口、坂尾、この監督のためにっていうように思われるのは監督になるっていうのも必要な要素ですね。そうですね、台でボールを動かしたいんで、はい、あ高尾さん抜けた、高尾どうするか、優勢かなと思います。井手口からいいボールが出ました。さあこぼれたままガンバも井手口がボールを回収、いやいいとこ見てたね。ここでのカウンターはストロングポイント。まあ、井手口のパスでも本当にこう精度も高いですね。さあまたその井手口からスルーパス、55分になります。目安の6分まであと1分、奪って井手口が出ていきます。井手口ループシュート、取ったガンバ、ゴール空いてます。井手口が打ってきた、よく戻った、よく戻った。井手口、渡辺、パトリック中に入る、渡辺深いところからマイナス、パトリックはここで押し込んだ。井手口4点目、中盤の要がゴールでも、セットプレーでした。低いボールシュート、強烈でした。井手口セットプレーで点を取りました。ガンバ大阪1点を返しました。これは少し高いボールがパトリック、その後ろからは高尾でした。井手口、井手口は一方振り切って、井手口折り返す、柿谷から清武シュートか、ここで打つのか、ホイッスルか、ぴったりついている。小野も骨折をしている中ではありますが、コンタクトプレー恐れませんね。まあ、非常にいい振り付けがありますからね。そうですね、井手口のディフェンス、体を入れて鈴木武蔵が行く。さあボールを奪った鈴木武蔵、パスを選択、アンデルソン・ロペス。さ
上がうまく間で受けた。そして中入れて渡辺和田、後ろから入れ口、入れ口追いつきました。ガンバ大阪入れ口のゴール、セットプレーの流れから追いつきました。ファーサイドパトリックを狙っている、胸トラップシュート、もう一度引くか、ここで戻してシュート、入れ口だ。2試合連続のゴール、ダービーを動かしたのは井出口、ガンバ先制しました。さあ左に行く、かなりチャンスになるんですよね、はい、ここはスペシャル、そうですね、いいボールが出てきた、一対一、遠藤啓太サイド、出口長いボールを入れてきます。おいボール、井出口、藤原に通ればチャンスになる。熊本、井出口、倉田、広島戦先制ゴール、井出口横に入れてシュート、大きなセーブ、強烈な宇佐美のシュートでしたが、大きもよく反応しました。より守備範囲は広くなるのは、はい、3バックのワイド、まだ今シーズンは1ゴールです。能力的に、ね、高い選手なのでね、宇佐美からアデビューソン、アデビューソン浮かした、決まった。入れ口が長く通して宇佐美、ティラトン、入れ口、入れ口、エリキ、エリキ、入れ口、藤原を狙った、あランナーの方についてきましたからね、はい、これは入れ口、入れ口、入れ口選手に対してのケアっていうのもあると思うんですけどね、さあ今回切り返します、クエンカに対して入れ口、もう一度クエンカ、ヒールパス、切り返してシュート、戻ってきたところヒール、はい、最後原賀選手でしたけども、入れ口選手降りてベルト、これをトーマスで拾いますが、入れ口が取った、スイッチした、キムヨンゴワンタッチで前に出します、パトリック、大谷、ここは大南行きますが、また入れ口奪い取ってアデミルソン、ロングボール楽に蹴り込んでいく、胸トラップよくコントロールしますが、入れ口また華麗に奪いました、宇賀沼ダイレクトに入れますが、ここはうまくカットした柏、カウンターに行けるかどうか、またカットした入れ口です。スライディング行ったらいいなって思うところですね。FC 東京の左サイドバックは今日がトップ初出場になります、バングーナガンでカシーフ、パス交換が、いや入口がここはよく止めました、入口積極的にプレスをかけにプレッシャーに行きます、ホイッスルはまだ鳴っていません、入口が書き出したところ、ここだけではなくこの先のリーグ戦で流れをつかむためにも FC 東京のような強いチームに、藤原の柔らかいクロスボールから後ろパトリックがいました、出口がよく粘った、さあそして豊川、山本懸命に足を伸ばすがまだボールが残る、折り返すがなんとか入口戻りました。